まあさんがなんと朝ごはんを作ってくれてます。すいませんね。外がカリカリで中はね、美味しいですよ。なんだよ、なんで俺に挨拶するんだよ。あ、分かって、死ねえよ、もう。もう早い。これは、これ何ですか？お弁当。あら、お弁当も用意してくれたんですか？あれ、目赤いな。この目赤。よろしくお願いします。ちゃ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 、これがチャームシです。チャームシです、はい、とスイートン乾杯。ご苦労様です。ソップ、ソデーソップとね、はい、おはようございます。今朝の7時です。今起きました。マーさんがなんと朝ごはんを作ってくれてます。すいませんね。あんなわざわざ、ちょっと早く起きてくれたんですか？もう起きたのはもう6時半です。6時、朝早いんですね、マーさんで。なんかやっぱ自信やって早くなったんですよ、申し訳ない。いや、ちょっとね、ほんだしです。ほんだしかけてウインナーを炒めるんですね、はい。今日全然布団あったんで、ありがとうございます。あ、もうめっちゃ寝ました。そうか、はい、寝ました。で、昨日、じゃあもう1時、2時ぐらい寝た感じですか、菊さんは。寝たの、横になって、スマホあって、それでテレビかけて、でもあれだ、覚えてない、時計見ないといつも寝ちゃうから、まあ、いつもなんかじゃ寝る前にそういう YouTube 見たり、まあ、JCOM のテレビ見たりして、で、ね、まあ、眠くなったら寝るみたいな、それに、天気予報で寝るから。あ、じゃあ次の日の天気を見てね。今日は曇り。今日曇りなんだ。そう、じゃあ、まあ今日もちょっと寒いかもしれないね。ちょっとね、じゃあ、まあ、昨日は菊さんが一番最後に寝たのかもしれないですね。まあ、朝は先に寝てましたもんね、なんか。まーちゃんはね、もう指くらいで寝ちゃった。12時前に。いや、よく寝れました。やっぱこう布団があると違いますね。そうでしょ、ありがたい。カフェとかそんなんじゃ違うでしょ。全然違います、だから、体もね、いつもより楽な気がします。はい。そうですよね、はい、助かります本当。おい、おはよう。わかった。あ、いや、おはような、ちゃんと なっちゃん、こうちゃん、カメさんたちにも朝挨拶するんですね。なんだよ、なんで俺に挨拶するんだよ。あ、分かって、死ねえよ、もう。なんか言ってました？いや、だいたい分かるんですよ。なっちゃん。なんだよ、俺こそなんで呼ぶんだよ。俺、ボスだからな、偉いんだから。あれ、そうだっけ？あ、悪い、ごめん、悪い。ごめん、ごめん。分かって。自分のことボスだって言ってるんですね。すごい、来た。カメさんがいるとね、そう、朝から楽しいですね。はい、まーさんが朝ごはんを作ってくれました。すごいですね、朝から豪勢ですね。いっぱいおかずがあります。いや、すごいわ。僕も朝食べないことも多いんで。あ、本当に、はい、朝はダメですよ、絶対食べないと。あ、そうですよね、はい、朝絶対もう俺のどかったやつやってるときに、はい、やっぱ食べてました、はい、もう朝からめっちゃ飯食わなかったって、め仕事できねえんじゃないこの甘この甘とは言わないけど、いやでもさ、あ、納豆も やってくれてたんですか。そうそうそう、あ、本当はこんなに待ってくれて。ネギ入れます？あ、大丈夫です。いいですか？はい、ネギ入れると食べ違うんですか、はい。あ、すみません。あ、いいです。ごめんなさい、これいいです。皆さん、どうぞいただきましょう。じゃあ、はい。
ただきます。いただきます。いやー、すみません。朝からありがたいですね。ああ、とてもです。とてもですね。納豆、あれ、くださいよ。あ、うん、はい。大丈夫。大丈夫でしょ。大丈夫。納豆さん、納豆これ。2人納豆食べるんですか。あ、食べます、食べます、はい。じゃあちょっと待ってみましょう。はい。はい。嘘。もっと取らないよ。あ、じゃあ2人取って余ったらでしょ。あ、はい。うん、でもうまいでしょ、うまい。おいしいですね。朝ごはんって感じするわ。うん。鶏とかもね。そうですね。うん。うん。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。よかった。はい、ご飯でした。すみません。それでもうすぐ行きます。はい、はい。山田さん、ありがとうございました。菊さんも。じゃあ、ちょっとお仕事行ってみますんで。あら、これは。もう、はい。これは。これ何ですか？お弁当。あら、え、お弁当も用意してくれたんですか？お弁当作ったんです。はい。二人ではない。はい、二人で作ってくれたんですか？わ、お昼代も浮いちゃったよ。いや、とんでもない、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと行ってきますんで。はい。恐縮で、あ、こちらこそ。寒いですか、恐縮でございます。はい。二人も寒いんでね、気をつけてくださいね。僕はもう大丈夫ですもん、大丈夫。あ、家にいるのか。今日も頑張って。ありがとうございます。はい。また来てください。はい、ありがとうございます。また行きます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。行ってきます。じゃあ、行って、行ってらっしゃい、じゃあ。行ってらっしゃい。ありがとうございます。すみません、失礼します。いってらっしゃい。すみません、ありがとうございました。お世話になりました。はい、ということで、お泊まりさせてもらいました。いっぱいごちそうになっちゃいましたね。お弁当までもらってしまいました。じゃあちょっと今からバイト行ってきます。はい、ということでお昼になりました。今バイトのお昼休憩中ですね。でちょっと現場の近くのお弁当食べれる場所を探したら、なんか広場みたいなところがあったので、公園、なんか野球場とかもあるので、ちょっと今そこに来ております。で早速、マーさんとキクさんが用意してくれたお弁当を食べてみましょう。どんな感じなんでしょうか。お、まずすごいですよ、お箸が。割り箸とかじゃなくて、こうダイソーで買ってきてくれたお箸です。いや、すごい。そして、あー、これお弁当ですね。ふりかけが2つ乗っております。素晴らしい。開けてみましょう。よいしょ、よいしょ。おー、これは海苔弁というか、それが乗せてある白ご飯に、卵焼き、そしてね、マーさん得意のきゅうり、ウインナー、これがなんか玉ねぎとか鶏肉かな、炒め物みたいなのも入ってますね。これはすごい、いいですね。お弁当、まさにお弁当という感じでね。そしてこれが、なるほど、多分あのキクさんとマーさんがそれぞれ用意してくれたということだったんですけども、そのお弁当を作ってくれるのがおそらくマーさんですね。お弁当以外のものが、キクさんが用意してくれたものだと思うんですが、それがこちら、カロリーメイトですね。そしてこれエスタック、風邪薬、あとこれね、ティッシュに包まれてるんですけど、これが分かりますかね。よいしょ、あ、ちょっと見づらいか。こちらなんか薬です。これでもキクさんがよく飲んでるね、キューピーコアゴールド、なんか栄養剤みたいなやつだと思います。さすが、素晴らしいですね。じゃあ早速いただいていきます。
雰囲気。よいしょと。で、こう、ボリュームあるの分かりますかね。厚み。うわ、厚みすごいですよ。お野菜が、あ、キュウリ、キュウリがですね、こう、なんかこう、サイクラしたってね、このウサちゃんのようになったんですね。ウサちゃんキュウリ、最高です。うん。もう。マーさん、大好きなキュウリですもんね。美味しいです。マーさんのお弁当食べてるんだなって実感できます。これが玉ねぎと鶏肉かな。いただきます。うん。うん、あ、これもまた、これね、結構あっさり。なんだろう。多分、マーさんの家、マーさんの得意な味付けな感じですね。多分、あの、だしの素とか使ってんじゃないかな。ちょっとおだしの感じの味がします。うん。で、卵焼き。ね。いただきます。うん。あ、これも美味しい。これは多分ね、なんだ、塩コショウとかですかね。うん。あ、美味しい。ウインナーね。まあ、切れ目が入ってます。芸が細かい。うん、うまい。岩川さんもね、僕にお弁当を作ってくれたことあるんですけど、また全然違いますね、これね。あれ、目赤いな。この目赤。なんかバイト中に目赤くなってます。怖っ。まあまあいいか、それは。で、ふりかけもあるんだよね。大人のふりかけ、紅鮭。これもかけていきましょうか。ね。海苔巻いてあるのに、海苔なくなったら、これふりかけを楽しむこともできるという。二段構え。素晴らしいです。お米が多いですからね。こういうふりかけもありがたいですよね。あ、美味しいな。ふりかけってやっぱ美味しいですね。うん、めっちゃご飯進むわ。うん、いただきました。完食です。うん、ごちそうさまです。あー、美味しかったです。いやー、ボリュームすごかった。お腹いっぱいですよ。ちょっとね、菊さんが用意してくれたカロリーメイトとかもあるんですけど、ちょっとお腹いっぱいになっちゃったんで、これはね、またバイト午後ちょっとあるんで、まあそれが終わったら、なんかおやつ感覚じゃないですけど、それでいただこうと思います。じゃあ、午後のバイトも頑張っていきます。失礼します。はい、今、まーさん家の前です。お弁当食べて、午後のバイトが、午後というか、バイトが終わって、再び、まあ、朝の日にやってきました。もうなんかね、帰ってきたみたいな感じになってますね。では行ってみましょうか。あ、お疲れ様です。あ、すいません。お邪魔します。すいません。あ、すいません。朝ぶりですね。もう、なんかもう、お邪魔しますというか。はいはい。何ですか？これ鳥がなんかじゃない？今度。ムクドリ。あ、いっぱいな、来てます？すげえ。食べちゃった。あ、鳥見てたんですね。はい。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。
山さんお弁当美味しかったですよ。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。すみません、よかったです。もうなんか朝まで僕いたじゃないですか。でまた来あのバイトそのまままた来たんですよ。だからなんかもうお邪魔しますっていうかただいまみたいな感じ。家に帰ってきたみたいなね。そうですね。じゃあお帰りなさい。ありがとうございます。一応ちょっと僕はお帰りなさい本当に。ありがとうございます。お邪魔さん本当にお弁当はちょっと洗ってないんですけど一応。ああ、それはもう、僕が全部やりますんで。美味しかったです。はい、言ったで。美味しかったっつったんねこのママ。ねえ、ちょっとじゃあお弁当箱お返ししますね。はい、どうぞ。はい、すみません。はい、ママ、この野郎。今こっちやってるの。何やってんだ。何やってんだよ、ママ。うかちんちん。うかちんちん。うかちんちん。うるさいな。あ、行けよ。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこ、そこ。そこチャンネル終わりです。ありがとうございます。